はようございます。先日僧堂の修行僧たちとともに碧岩録の第75則右丘の窟坊という問題について勉強していました。なかなか分かりにくい問答であります。およその意味を訳してみます。ある僧が上州和尚のもとから右丘和尚のもとにやってきました。上州和尚というのは西暦718年から800年にかけて活躍された禅僧です。右丘和尚は馬祖の弟子であるというだけで生没年は分かりません。8世紀頃の方でありましょう。右丘和尚は聞きました。上州の仏法はここと比べてどうだと。僧は違いはありませんと答えました。右丘和尚は違いがないのならわざわざここに来ることもない、またあちらへ戻れと言って棒で打ちました。僧は棒で打つには眼を備えていなければなりません、軽率に人を打ってはいけませんと言いました。右丘和尚は今日はなかなか見どころのあるものを打ったぞと言ってさらに3度打ちました。僧はそこで出て行きました。右丘和尚は無実の罰棒を食らうようなものもおったのだなと言いました。これが窟棒といって、身に覚えのない罪により棒で打たれることを言います。僧は身を転じて言いました。棒は和尚の手にあるのですからどうしようもありませんと。右丘和尚はもし棒がいるのならわしはお前に渡そうと言いました。僧は近づいて右丘和尚の棒を奪い、右丘和尚は3度打ちました。右丘和尚は無実の棒罰だ、無実の棒罰だと言いました。僧はその棒を食らうような者もいたもんだと言いました。右丘和尚は軽率に人を打ってしまったものだと言いました。僧はそこで礼拝しました。右丘和尚はそういうやり方なんだなと言いました。僧は大笑いして出て行きました。右丘和尚はそれだけの資格はある、それだけの資格はあると言ったのでした、という話であります。右丘和尚が僧を打ったり、僧の方が右丘和尚の棒を奪って打ったり、礼拝したり大笑いしたりで何のことやら分かりにくい話であります。昔は棒打ちという刑罰がありました。鞭で打ったり棒で打ったりしたのでした。罪によって回数も定められていました。日本においても棒打ちの刑罰があったのです。この問答でいう窟棒というのは罪もないのに棒で打たれることであります。窟というのは前後時点には相手の身に覚えのないことを強いる、またはそのような目に遭うことを思い言うという解説があります。そこで窟棒は無実の罪で打たれる罰棒なのであります。朝比奈宗源老師は碧岩録提唱三規模書店刊行でありますが、その中でこのところを提唱して、打つものもなく打たれるものもないやつを打ったり打たれたりしている。無双国師というと京都の天龍寺の解散ですが、これは本当にあったことかどうか知らんが、ともかくある時天龍川の私を船で渡った。その時天使様のお師匠様のような偉いお坊さんが乗っていることを知らないで、酒に酔った侍が大層威張って果てには無双国師の頭を打った。そこでお弟子が大変に腹を立ててとんでもないやつだと言って怒りかけた。ところが国師は生きり立つ弟子をいさめて、打つ者も打たるる者ももろともに如来役如伝王佐如是観と和歌を示した話を書かれています。打つ者も打たるる者ももろともに如来役如伝というのは梅雨のごとく稲妻のごとし、まさに核のごときの観をなすべしということであります。無双国師には何の罪もないのに打たれたのであります。毎日新聞を読んでいて、11月5日の朝刊に中畑流万能川流30周年についての記事がありました。過去の川流年間大賞の句の中に、
殺し屋はなくともみんな死ぬもの、殺し屋はなくともみんな死ぬもの、というこののがありました。打ち合わなくても皆やがて梅雨のごとく稲妻のごとくに儚く消えてしまうだけなのです。山田無門老師は無門全集第4巻でこの則の表彰を講義されて、この二人の問答のやりとりを見るがいい。車輪がコロコロ回るように何の不自由もなくお互いが言いたいことを言うておる。しかも悟りの世界を外れてはおらん。しかし相手がどれぐらいの力があるのか、白か黒か、善意か悪意か、その悟りが正しいか間違っておるか、もうちょっと試験する必要があろう。ここでこの層が出ていったままではこの問答はさっぱりである。まだ結論は出ておらん。そこで右京がまだ相手の力がどのぐらいあるか、本当の力量を試す必要があるのである。ところがこの層もなかなか油断がならん。門も閉まり戸も閉まり、なかなか戸締まりがしっかりしておると、述べてさらに、この二人の問答少量を見るがいい。やり手とやり手、名人と名人との立ち合いだ。お互いに打ちつ打たれつ、一出一入、くんずほぐれつ、切れたようでなかなか切れん。次から次へと問答が出てくるのである。その働きをよく見るがいい。この二人の腹の中にはお互いに立場を変え合い、時に主となり時に品となって働いていくのである。どちらかが我を通すならば、こういう働きは出てこないのである。お互い法と法との出会いだから、こういう働きができるのである、と右京和尚とこの僧との出会いを称賛されています。不当な棒打ちにあっても互角にやり返していて、お互いに何の過言も残さないのであります。いろんな目に遭うのがお互いの人生であります。不当な仕打ちには合わないに越したことはありません。それでも避けられぬこともあるでしょう。打たれっぱなしということもなければ、打ちっぱなしもまたないものでありましょう。くんずほぐれつしてゆくのであります。そしてその時その時において全力を出し切って生きるのであります。二人の問答からそんなことを学びます。それでは今日も姿勢と呼吸を整えましょう。両方の足で床をしっかりと踏みしめます。今この大地に支えられていることを感じて、よし立ち上がるぞという気持ちで足に力を入れて、お尻を5センチないし10センチほどスッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながらぎゅーっと肩を持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストーンと下ろして、もう一度息を吸いながら吸いながらぎゅーっと肩を持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストーンと下ろします。最初一息息を強く吐き出します。この時にはお腹の底の空気も胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、はーと吐き出して口を閉じます。すると鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下下腹丹田に新しい空気がいっぱいに満ちるのを感じて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡るのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと、こう思って思わず微笑みがこうこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。
はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。